営業チームが短期間で成果を上げるには、商談の状況や段階に見合った適切な学習コンテンツが必要です。今回はマイトレイルヘッドで実現するチームのスピーディーなスキルアップと生産性向上のための4つのステップをご紹介します。まず、一貫した人材育成プロセスで営業担当者の育成を素早く効率的に行いましょう。新人の営業担当者でも短期間でキャッチアップをし、商談パイプラインを構築するのに必要な教材をマイトレイルヘッドで簡単に見つけられます。画面上部に学習課題と期限が示され、セールスフォース上で進捗を簡単に確認できます。これらのコンテンツはすべて新人営業担当者専用に用意されたものです。オリエンテーションの時に活用します。研修で学ぶべきコンテンツは一箇所にまとめられており、ゲーム形式の理解しやすい教材で学習意欲を高めます。次に、営業担当者は商談レコード内のガイダンスに従って正確な商談管理を行いましょう。マイトレイルヘッドなら実際の業務フローの中で簡単に学ぶことができます。変更があれば確認しながらガイドに従って操作することで確実に商談対応を行います。新機能が追加されたり新たな項目が追加されるとアラートで表示されるため、顧客に合わせた提案活動が行います。次に、新製品の情報を速やかに学習し、顧客のニーズに的確に応えられるようにしましょう。商談レコードの画面に表示されるコンテンツで新製品や新機能について詳しく学び、顧客への提案に備えましょう。トレーニングを利用して新製品についての知識を深めることで、顧客とのやり取りをスムーズに進め、速やかに制約へと導くことができます。最後に、営業マネージャーの視点でコンテンツやトレーニングの効果をダッシュボードで確認しましょう。担当者のパフォーマンスが担当ごとの集積、完了済みのトレイルミックスの数やステータスなど分かりやすく表示されています。これによりトレーニングの効果やビジネスで成果を上げている担当者を把握し、一方で成績の伸びない担当者へはフォローを行うことができます。続きはトレイルで学習を。